ジェイ先輩です。ノクターン。ジェイコだよ、ノクターン。ハード重傷に再挑戦するんですが、その前に大事なことを片付けなくては。大事なこと？クリア後に見たいキャラの、アンケート結果です。ああ、そういえば今回発表するって。そうなんです。おそらく皆さん、うすうす気づいているとは思いますが、結果を見てみましょう。誰かしら。は、いや違うでしょ。という結果になりました。マリアになったのね。最初から他の追随を許さない勢いでした。さて、大事なお知らせは終わったし、あとはちゃちゃっとやっちゃいましょう。え、マジ？道中はあまり変化もないし、たまには倍速でご覧ください。私声に聞くわー。それにしてもマリアか。嫌ですか？にぃ、全然。むしろ面白いんじゃない？そうですね。私も女性キャラか、風魔がいいかなーって思ってたので、ある意味の望み通りです。両子には票は入らなかったのね。最初から強かったですし、育てる楽しみが薄いのかもしれませんね。あとはユリウスと指紋が出なかったのかな？そうですね。指紋はともかく、ユリウスは使っていて楽しかったので、ちょっと意外でした。なぜ指紋に冷たいの？声が出せないのはやっぱり切ないです。そこなの。あと、何気にあるカードが出なかった。もうお腹いっぱいなのよきっと。そうなのか。まあ私も他のキャラが良かったし、結果オーライなんですけどね。相変わらず下手ね。ここはどうも苦手です。それにしても、どのキャラも魅力的で、選ぶのに迷いますよね。そうだね。誰でやっても楽しそうですし、マリアをメインにやっていくとしても、たまには他のキャラもプレイする予定です。息抜きを兼ねてね。くそ？使っちゃった。前回復したね。今回は X ポーションを持ってきてます。思い切ったね。ハイポーションでは追いついてないので、試しに持ってきました。なるべくなら使いたくなかったのですが、しょうがないですね。まだほんの前だし、補充はできるよね。それがまだ助かります。ミイラ男までは回復できない。このプレッシャーが X ポーションの罠です。罠？全回復できても、一度だけなので、タイミングが非常に難しいんですよ。まあそうね。あ、ここ。遅くなった。こんなことをやらかしてます。落ちたのは初めてだよね。すぐ復帰できて助かりました。X ポーションが2回使えたら、そう思うのは甘いでしょうか。そう願う人は多いかもね。ハイポーション6個とか。ずっと陰でそう言ってたもんね。3個じゃ少ないですよ。また送信してるし。回復を増やしてほしい胸を送信です。だから誰によ。
よーし。なんとか回復が間に合った。唯一の補給ポイントだね。贅沢に使いましたよ。いて。すぐすぎるでしょ。初めて落ちずに渡れた。その前に食らってるのが残念ね。送信したら回復してくれました。ちょっとのダメージなら十分だね。地味に苦手かも。ここだけでだいぶ食らったね。ちょ、消えちゃう。先に出したくなかったのですが、出腹剣のリーチが長すぎて出ちゃいました。そういう弊害はあるわね。あのまま消えちゃってたら泣けますよ。しかし長いな。ここばかりはショートカットもないしね。バグ技を使わない限り無理でしょうね。ここで全回復できたら、なるべく維持したい。せめてデスまでは維持したいよね。アーマーが硬すぎるんです。骨柱も。毎回言ってるわね。そろそろ2倍速にも慣れてきたでしょ。まあね。あ、そういえばここにも肉がありますよね。たまたまノーダメで来れたから取りませんけど。一つの余裕ができたのね。よし、デスまで来れた。まずまずね。文字通り最後の砦です。さすがにノーダメは厳しいか。多少運も必要よね。釜の位置が読めませんからね。運が悪いと連続で食らいます。地味に減らされてくな。やばくない？100を切ると焦りますね。よっしゃー、なんとか倒せた。回復しないの？まだ取っておきます。いや、肉でさ。忘れてたー。マジかよ。そう。あ、さすがにヤバいって。おや？ふん？どうしよう。だから鳥に戻りなよ。そんな肉のことなんて、しっかり忘れてますから。残念すぎる脳みそだよ。まあでもちょうどいいタイミングだったのでは。残り12でしたし。まあ最大限使った感はあるけど、これでストップはなくなったよ。もう回復できませんね。この辺にないのかな。いつも思うんですよ。毎回探してる気がするけど、きっとそこにはないんだよ。ありそうなのにな。諦めるか。一応300を保ってるし。よろしく。今度こそ頑張ってよ。当たってないし。なぜ霧で当たる。向こうは確実に当ててくるね。おお、うまくいった。あれが狙ってた方法。対策を考えてきましたが、うまくいきましたね。タイミングが難しいな。今度は早すぎた。結局やばいわね。ダメージを与えないと。あ、
ぎる。自分で考えてきた方法でしょ。あれ以外に避けられますか？私には無理かも。バッチリ心折られてるわね。あのままじゃ。いくらエクスポーションがあっても、全然倒せませんね。炎を避けなきゃ無理だね。ちょっと休憩を挟みます。休憩。はい。シャノア。またシャノアに浮気です。まったく浮気ばかりね。ばかりと言われると、ちょっとイメージが。まあ気分転換をして、もう一度挑んでみますよ。それがいいかもね。ということでまた次回、ノクターン。お楽しみにね、ノクターン。